多くない？これだね、オーロラ線っていう。ちゃんとね、予約取れてたね。で、配信の許可もちゃんと取れてたんで、ただ他の周りのお客さんは映さないようにって、いつものやつだね。あと、あまりうるさくしないでって、騒がないでくださいだって。それ以外守ってくれれば OK って。俺タバコ吸っていいのかな。ほら、すごくない、この世界観が。映画に出てきそうだね。また天気が悪いのもいいね。味が出てるよね、このね、雲の勢いみたいな。やっぱあれだね、雪降ってる、あられだ、あられ。うわー、すごい、めっちゃ迫力ある。やばー、あ、気持ち悪い。もうすぐ、あ、こっちの方が綺麗。すごい、なんか灯台みたいのがここにある。見えるこれ、
ニじゃないね、これ何だろう、魚の味がする。はい、鮭だ、鮭汁、鮭と大根。うん、ちょっとマグロの刺身いってみるかな。ピンク色だね。すごい乗ってトロッツルツルっていうの、油のがすごい、全然違う。うまい。これは何だろう、これ大根なのかな、たこあんなのかな、何だろうかな、なんか醤油みたいな味がする。味めっちゃ濃い、たくあんも。これは何、これこんにゃく、こんにゃく、あ、ダメかも。海苔、肝かな、ちょっとダメかも。これ醤油かけた方がうまいね。じゃーっと大根おろしが欲しいね。そのまんま食べるのかな、とっても。うん、あ、乗せる？あれだよね、喉にそんなに詰まる、柔らかい骨っていうか、そんな刺さんないもん。だってこんなに勢いよく食べてもまだ半分も食べてないの。まだまだありますよ。4分待たせても大丈夫だよね。大丈夫大丈夫、貸し切りだから、ゆっくり食べようよ。5分10分ぐらいね。うわ、2000円の価値あるわ。4000円払ってもいいかも。
5000円、倍払ってもいい。でさ、これ見てもほら、この厚みわかる？見てもわかるかな、このな、すごくない？この、うん、2倍あるボリューム。もうちょっと焼いてくれた方がいいかな。こんがりちょっとカリッとね、表面にカリッと中ほね、ほわっと感じ。もうちょっと焼いてほしいんだけど、好みは中がふわ、もちもちふわふわね、外はパリって感じ。水で払ってね、これを食べに来てんだよ。船は電波なくてね、途中で切れてね、しかも天候が悪くて船は戻ってきちゃってね、もう贅沢の極みよ。贅沢しすぎだよね。待ち合わせ時間になっちゃった？ちょっと待ってね、じゃあこう、こうドカンとホッケ丼、どんどんどんと、こういうふうにどんどんちょっと骨は取ってあげて、俺はいいんだな。お魚の中でホッケ好きなんだよ。でよくママとかにお土産でさ、ホッケもらったりとかするんだけどね、そう、冷凍庫の中にホッケを冷凍しちゃうんだよ、いつも。でサンマとか鮭より好きかも。これね、油が美味しいんだ、油が。マジで大盛りすぎなんだけど、ご飯やばくない？何が違うんだろう、全部が美味しい、全部美味しい、一部分じゃなくて全部。美味しいからもったいないな。
とちょっとなんだけど。限界だ。北海道来てよかったマジで。ね。よかったわ。こんな美味しいご飯にありつけて。めっちゃ美味しかった。食堂か。トータンさんっていうのかな。トンタン。道の駅。よいしょ。あー食った食った、あーちょっとお手洗い行った方がいいね。お手洗いとタバコ一服。いやだってもうこっからまた2時間ぐらいタクシーに乗っちゃうんだよ。休憩できないじゃん。待たせてるで金払うんだからいいじゃん。いくら払うんだよ。5万ぐらい払うんだよ今日は。あのタクシーの暇だって言ってんのがいいや。じゃさっき電話したから5分ってことね。さっきの電話ちょっとみんな俺待ってて、また荷物見てて。だってトイレもしないとうんち漏れちゃうもんだって。また行くと。でも絶対途中でトイレ行った方がいいね。トイレ行かせてもらって。だってここで漏らしたんだもん、ちょうどここで。ワンチャンタクシーだから漏らす可能性もある。あんだけ食えばさ出るでしょ絶対。でも瞬発的に押し込められて今出たけどね、瞬発的に。でこのまだ残ってるやつが、これが下がってきたらこっちも出ちゃうじゃん、これね。4分の1が今ここにいたのがこう出てきたんだよ。あのホッケが入ってきて大盛りが。だから待たしてるって貸し切りなんだから、金払うんだからいくらなんだよ。いいんだ、あっちはラッキーなんだよ、私みたいな客はね。5万払うんだよ、移動費だけね。なあ。普通は2万円とか3万円なんだよ、貸し切りして。3万円か。
だって払えるみんな払えないでしょ。あれを見せたいがためにやるしょ来てんだからさ、それ結局ね一人きりで見たんだからね、まあ、綺麗だったけど動画も撮ったけど、ここからジェラートにまた行かなきゃいけないのかな。もう一個のミッション、いやぼったくりではないと思う、普通じゃない1時間2時間乗って2万円って普通じゃないかな。東京とかでも1時間半で1万7000円ぐらい行くもんね。1時間で1万7000円かな。安いんじゃない結構、ね、30分だから3000円ぐらいじゃない。あ、違うね。金ケチるな旅行すんの。ケチってないじゃん。ホッケだってね、1400円のやつあったんだよ。それを2200円のやつにしたんで、アップして、600円アップして、2200円払ってんだよ、もう。ホッケ定食大盛り。それだったら1700円。一番このお店の中で高いやつを食べてんだから。うちってね、あのお店の中で一番高いメニューね、ホッケが。よし行こう。もうさすがにまた席すぎ。どれだ？あれ。よし。よし、ここはちょっと急いでる風でな。これあなた目の前に行った見られてたずっと。お待たせです。ごめんなさい。お願いします。はい、ここが超有名なスポットだって。天国に続く道。いやーすごーい。これだね、スタート地点って書いてある。行きます。あの車いなくなってから。さあここでございます。さあすっげー、まっすぐじゃない。ほら今車行ったじゃん。車が天に召された。ほらちっちゃくなった。相当長いんだねこれ。直接見た方がね分かりやすいかもねこれね。だってあっちまでここまであんね、すごくない？本当に天に伸びてんじゃん。空まで行っちゃってんじゃん。分かる？あの上側、ここまで伸びてんじゃん。あ、ごめんね。すごいよねこの迫力。エコった、エコかかった、パチパチ、ちゃんとエコか。あ、お風呂場みたいになるんだこの木の。
ちょっとね、なんか少ない感じするけど、トリプルでもね。いや、どれかでこれもうガバっていっちゃおうかな。どれがどれかわかんない。これ多分チーズかな。いただきまーす。世界一のジェラートです。うん。チーズだ。結構牛乳が多い感じだね。これ多分北海道の牛乳を使ってるってことだね。いや、美味しいよ。うん。いや、味濃いよ。めちゃくちゃ濃いよ。これは何なの？もう一個。あ、こっちがチーズだ。ごめん。え？どっちなんだ？これなんだろうな。あ、これが塩キャラメル。え、どっちが塩キャラメルだ、これ。え、わかんないな、これ。味がわかんないって感じ。これはわかるよね。これはチョコレートだもんね。違う、一回お茶かなんかでリセットした方がいいんだ、こういう時ね。ちょっと長旅で舌が疲れてるとこ。でもう一回食べてみんね。本当にわかんない味が。あ、でもなんかこっちがキャラメルっぽいな。あ、でもこっちチーズ色的にね、なんか茶色だからあれだよね。タピオカ？何？こうでしょ？多分同じスプーンで取ったんだよね、後で。味が混じってるっつうか。スコップ同じやつ使ってるから、なんか混じっちゃったみたいな。センスない。センスないの。こうやって混ぜちゃえばいいんだ。だから混ざってるかにしてなく、こういうふうに。こうやってね、結構混ざるんだ、こうね、トリプルで。うん！塩キャラメルになった。チョコ味の。チョコ塩キャラメル。でもね、味が美味しいかまずいかって言ったら、うん。美味しい。とんでもなく美味しい。ただ北海道は牛乳が美味しいから美味しいんだろうね。大げさって。虫がいっぱい飛んでんの、もう気になっちゃって。なんかちっちゃい虫がほら、なんか目の前に虫が、なんかちっちゃい虫がいっぱいいるんだよ、ほら。でもなんかココナッツみたいな、なんかくるみみたいのがあってね、これワンチャンあれじゃない？ピスタチオじゃない？これ。あのおばちゃん間違えたんだよ。ヘーゼルナッツが入ってんだ。ヘーゼルナッツ。やだ、虫がやだ。ほら。虫が。もうさ、店の中にも虫いっぱいいたし。ほら。こういうのがいっぱい飛んでんの。みたいな。なんだっけの。
ですよ。店内にも同じなんか入っちゃうんだろうね、この牧草だからな。これね、自然の芝生だから雪虫っていうの、これ雪虫なんだ。このブルー色のちょっとブルーっぽいね、羽が。喫煙所ないね。うん、美味しかった。ごちそうさま。世界一のジェラート、リモさん。おかわりはいいや。あー、サガクレパン注文ろ、いいことがあるつもろ、明日夢見るだけで注文ろ、寂しくて砂足には胸を張って歌うの。あー、そうくれたトゥモロー、いいことがあるトゥモロー、ちょっと待って、充電が切れる、充電がない、やばい。注文ろ、注文ろ、 I love you 注文ろ、明日は幸せ注文Tomorrow, I love tomorrow. 明日はしよう。せい。やだ、パチパチが。さあ、帰ろう。二度と来ない北海道。落ち着いたらつけるよ。何だね。はーい。じゃあ帰ります。ありがとうございました。北海道は終わりです。よろしく頼む。